チャオ、あっちゃんです。あっちゃんズキッチン、新プロジェクト発足、ぬか漬けはい、漬物企画、第1弾目、何漬けたっけ、きゅうり、人参、ピーマンだっけね。ちょうど、今24時間ぐらい経ちました。きゅうりはほんま10時間から12時間でいいねんけど、あっちゃんちょっとしっかり使った方が好きやから1日漬けてみました。で、多分人参はもう1日置いた方がいいと思うね。で、ピーマンはわからない。初めてなんでね。ということで、ちょっと様子見てみたいと思います。では、開けてみましょう。パカッ。普通。ぬか漬けの香り。ちゃんと手洗いましょうね。洗ってからいきましょう。はい。では、ちょっといい感じにね、木のよりも緩くなってていい感じ。キュウリが見えてきたよ。じゃあキュウリを掘り起こします。いい具合にぬか漬け。ちょっとだけ食べてみましょう。おいしい。これをね、いい、これは OK、 出しましょう。出しましょうやけど、お皿用意しておきました。でいいか、これ出しておきます。で、次人参。ちょっと人参もいい感じにしなっとなってんな。ちょっと切ってみましょう。いいんちゃうかな。これで、あと2本、あと3本ぐらい入ってない。ちょっともうちょっと置いときます。ピーマン、ピーマンの漬物、初めて漬けてんけど、どんな感じかな。ちょっとだけ食べてみよう。ダメ、浅い。これ中まで多分いかん。これちょっと置いとこう。ってことで、これちょっとね、ちょっと一回ちょっと全部出すわ。あれ、もう一本どっか行った。おった。こんなとこにおった。ではちょっと、そこからね、そこに空気を入れるように、そこの方から一緒に混ぜてしまいます。ちょっと硬いね、やっぱり。ちょっとピーマンはそのままつけときましょう。で、人参もちょっとつけとこう。人参をこれつけて、今日はね、ちょっとつけたいものがあるね。混ぜる前に切っとよかったな。失敗しちゃいましたね。ちょっと一回手洗うわ。ちょっと待ってね。よし。
準備しておきますね。まずね、つけるもの、あっちゃんらしいもの、チーズ、ベビーチーズのカルシウムと鉄入りのチーズと、これローソンで買ってきた普通のベビーチーズ、とりあえずね2個ずつ4個ぐらいつけときましょう。チーズつけたらねこれ美味しいね。まあ剥いておきます。形でわかるかな。まあ、とりあえず置いとこうか。大きさでわかるかな。微妙にほぼ一緒。ちょっとね鉄分入りの方がやっこいな。で2個つけるわ今。キッチンペーパーが終わる。タケノコつけます。この前と大きいでね、ちょっと切りましょう。みんなタケやタケやとか、タケノコですこれは。はい、どれぐらい切ろうかな。これぐらいに切ろうか。こんな感じで水分を拭き取っときます。今ちょっと硬いところね、今の底のところ。で先ちょっとやっこいところ、この辺いこうか。これもこのままでいこうか。これをつけます。これ今日の漬物。チーズ、これが多分ねローソン、こっちかが鉄分、あもう分からへんねんけどね。ちょっとこうつけていきましょう。ちょっとチーズ量ねそーっといかんと潰れちゃった家やからさ。ちょっとこれをこっちへ置いて、家にさこう鳴らして、鳴らして、あっしょしょよいしょよいしょ、こんな感じで竹じゃ竹の子、竹言うないとって自分で竹言うてもな、竹の子ですこれは、竹じゃありません。はい、誰や竹言うたやつ、失礼な、プンプン。はい、タケノコですこれは。何回も言うなって。だってタケノコやもん。うちらの方ではこれをタケノコって呼ぶねもん。キャベツの葉っぱ貼り付けたいな。キャベツつけとこうかな。つけるスペースあるかな。まあ、でも明日にはピーマンとタケノコが食べられるから。明日、明後日にしようか。次回にしようか。ね。どっからだろう。ちょっとね、やっぱぬかが足らんのよ。もうちょっと沈めよう。
ちょっとぬか立つかな。もうちょっとここ入ってくれたいんだけどな。ぬかがちょっと少ないな。よいしょ。だいぶ入ってきた。レンコンも美味しそうやな、つけたらね。キノコも美味しかった、前つけた時ね。いろんなもんつけたいね。いきなりね。王道じゃなく、いきなりもチーズから入るところがちょっとあっちゃなしでいいやろ。チーズのでも漬物美味しいねんで。マジって。で、ぬかもったいないんで、ちょっとでもね、洗い流さんように。ぬか洗い流したらもったいないしさ。排水口詰まるしさ。いいことないねん、流すことに。こういうのは出てるところにまなすりつけてよいしょよいしょ、こんな感じで、あとはこう表面を、あーまた出る、あんまり触ると出ちゃうんで、きれいにならして OK、 これで OK です。周りに必要なこの、ふっついたぬかは拭き取っておきましょう。このとこね、こういうところは。ほんまはね、中も拭き取った方がいいんだけどね。まあ、大丈夫です。はい。まだこれで、明日まで置いときます。で、これ、出来上がったぬか漬け。でね、水で洗います。洗って、で、食べやすく。で、切ってもいいし。まあ、ちょっと浅いな。人参はね、ちょっと切っとくわ。で、きゅうりもね、まあ、ぬかついてる方がいいから、置いとくのはね、明日もあるから、まあ、洗って、これ切って、浅漬けやな。うん、まっ、きゅうりおいしいわ。こういうのね、また、これ洗ったやつはまあ仕方ないんだけど、きゅうりはね、洗わずに、ラップかビニール袋に包んで、冷蔵庫に置いておきましょう。で、明日食べるときに洗いましょう。こいつをちょっと切って食べるわ。食べるのに切っとこうか。はい、今日のあっちゃんの漬物、初めて漬けた漬物、きゅうり、おいしい。
ね、人参。人参まだちょっと浅い。やっぱりね。うん。だからもう1日つけたら、まあ、いい感じに浸かるんちゃうかなと思う。硬い系のやつはやっぱ2日ぐらい置いてた方がいいんで。はい。こんな感じでした。今日の、あちゃんずキッチン、つけもんず。つけもんずってなんやねん。なんかまあ何でもいいけど。あっちゃんずキッチンつけもんバージョン。つけもんプロジェクト発足して、第1弾目。まあ妥当に、キュウリから行きました。ね、キュウリ、また今日も買ってくの忘れた。まあ、また次行った時も買っていきましょう。はい。いつも忘れてまうんだけど、キュウリの漬物はやっぱ王道やし、一番美味しいのは美味しいねんね。でも、そこのところまたちょっと外した、けったいなもん漬けてみたりとか、まあ、定番漬けてみたり、いろんなことやっていきます。で、まあ、漬物っていうのもね、これからいろいろ極めていきたいと思います。まあ、極める気もないけども、漬物っていうのも、またね、一つのあっちゃんのページとして残していきたいと思います。はい。ということで、まず王道、キュウリと、あと、人参は浅漬け。また明日ね、まあ何かで食べたいと思います。はい。ということで、とりあえずね、24時間ぐらいかな。夜やからね、それが24時間ぐらいつけてみました。キュウリ24時間つけると、まあまあいい感じになります。これを2日3日つけて古漬けにするのが、あっちに一番好きやね。古漬けにして、ちょっと酸っぱいめのキュウリを食べるのが大好きやねん。で、気分によったら生姜乗せて、うちのばあちゃんは生姜入れて、キュウリに生姜乗せて、醤油かけて食べるのが好きやねんけどね。あっちゃんちょっと生姜よりももう普通に酸っぱいキュウリが好きやってん。まあ、生姜も嫌いじゃないねんけど。うん。で、醤油、あっちゃんあんま醤油かけへんねん。調味料であんま味入れへんねんけども、結構醤油入れて食べてん、ばあちゃんとかね、お母ちゃんは。でも、嫌いじゃない。うん、醤油と生姜の乗った漬けも、古漬けも最高やねんけどね。うん。あと白菜なんかやってね、白菜は塩漬けすんねんけども、白菜の漬物なんかやったらもう醤油と味の素。もう定番味の素をどっさりかけて、から美味しいね。化学調味料は美味しいんやけどね。うん。まあ、そんな食べ方したり。で、あとまたね、いろんなものやっていきたいと思います。人参はちょっと浅いからね、これ普通に、おつまみ、箸休め、ためのにもいいしね。うん。ある意味漬物にしてか漬物サラダに使ってもいいと思うね。トッピングピクルス代わりにっていうのもありかもわからへんしね。またいろんなことやってみます。はい。ということで、今日のあっちゃん新プロジェクト。で、あっちゃんズキッチン新プロジェクト。漬物。キュウリの漬物やってみました。美味しかったです。では、またね。バイバイ。あっちゃんズキッチンの漬物、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、あと応援コメント。こんな漬物いいよっていう変わり種漬物のアイデアと、チャンネル登録してみてください。嬉しいです。では、またね。バイバイ。